夏場に増加する感電事故を防ごうと、中部電気保安協会が長野駅前で注意を呼びかけました。今月は経済産業省が定めた電気使用安全月間です。中部電気保安協会によりますと、8月は真夏の暑さで汗をかきやすく、半袖など肌の露出が多い服装になることから、感電事故が起こりやすいということです。確認とか点検みたいなものを行わないと、知らぬうちに劣化したり故障につながる可能性が出てまいります。濡れた手でコンセントプラグを触らないことや、水回りを中心に配線を見直すなど対策が必要だということです。